下関市立水族館は日本の山口県下関市長府にかつて存在した水族館。1956年に開館。市営の水族館だったが、クジラを模した捕鯨資料の展示施設、クジラ館やエンペーラーペンギンなど動物の一部は下関市に本拠を置いていた太陽漁業の寄贈によるものだった。日本で初めている箇所を開催したとされ、 1958年には昭和天皇皇后が来館した。開館から1998年末までに約1700万人が訪れたという。本施設は老朽化が進んできたことから、1999年2月以降はカラト地区にて後継施設となる下関市立下関水族館の建設を開始し、同施設に移転する予定だった。しかし本施設は、 海峡間建設中の同年9月24日に山口県を襲った台風18号の強風、高潮により施設全般が被災。電気設備乾水により水の循環が停止し、飼育していた約80%の魚類が死滅、残りの魚類も生育困難となったため復旧を断念。自然界への放流や近隣の宮島水族館への譲渡が行われた。 この時点で事実上、海教館の開館を待たずして、閉館状態となったが、翌2000年4月15日に正式閉館となり、その後は12月3日まで、見学希望者への無料公開が行われた。海教館は2001年4月1日に開館したが、旧館から移された魚類は一部に留まった。なお当館で飼育されていたゴマフアザラシは、 死于二頭が高潮により流出し行方不明になったが、丸は6日後に、下関市細江町の岸壁で無事保護され、帰ってきたアザラシとして話題になった。現在は、関県大公園に、クジラ館の実が残されており、クジラ館の近くには、台風18号で死滅した魚類の慰霊碑がある。ありがとうございます。